厳しいですね。もうね、だってアクアって言えば一世を風靡したね。そうですね、サロンだから。1年目はでも何もわからなかったですけど、がむしゃらだったなっていうのは思います、今思うと。結構インスタだとがっつりパッカー上げてるんですよ。あ、まあそれはインスタ、あ、写真の時に入るんで、なんかやってる感ってやってるんでやってるんですけど、実際サロンワークはそんなことなくて、結構細めにしてコントラストを弱めとか、仕事があるからっていうのをたくさんやってるんですけど、まあ、その人に合ったものがご提供できるようにっていうこだわりはあるかもしれません。あとはまあ今まで なんなかったような色にしたいなとすごい思いますけどね。全然いい感じになったんですよ。
子になるかもしれないから、基本的に女性に、まあ、同じようなことを思ってる人いるんじゃないかなっていう。でも、まあ、自分で美容師になってやってみたら、あ、難しいんだ、案外できないんだなっていうのが分かって、そこから海外にこう、アーティストさんとか、モデルさんとか、あとはなんか、まともサイズとかに行くような海外を調べながら、インプットしてるっていう。そうっすね、行ったことは1回もないと思います。うちの今のお店もカラーっていうイメージがなかったので、そうですね、そこのイメージもちょっと変えれたかなと思います、個人的に。いや、だいぶ、だから多分みんなもびっくりしてると思う。パックは、え、何やつあれやみたいなのが分かるでも全然お金ないのが死にかけになったんですけど、ハントとか、やっぱこう街に繰り出すのに、やっぱすごく時間が使えるので、まあ、親に助けてもらったこともあるし、あとは普通に、洋服とか靴とか買って、こう売ってみたいな感じで、生計を立ててたらと思います。全然、お金はまあアシスタントにはないですよね。全然ない。そんな親父に出てそんな感じですよね。だからこそ大変強いスタイリストになってっていう気持ちが強いなと思ったんですね。なんかもうがむしゃらすぎて即じゃないっていうか、もう必死すぎて、なんか一瞬だったっていう、まあ、スタイリストになってそのまま数字が上がっていけばちょっとずつ給料が上がっていくので、そこが逆に楽しかったです。毎月変わってくるお給料、家賃今まで払う前だと思います。あ、なんか今月余ってるじゃん、だからっていうのが頭になっていうのがありますね。確かに、まあ、きつかったですけど、なんか残暑だったんで、変に考えない。めっちゃ失敗っすね。人生、人生です。失敗だらけですけどね。もっともっと練習できたら、もっともっと行けばよかったなと思って、たくさんあります。僕らデビューももっと早く、ね、今やってるお客さんもそうですよね。一番最初にインスタ見てくれた人が、じゃあ今もう一回来てくれたら、来てないとか、さらに一回今だったら満足させてられるっていうのはすごい、毎日思っちゃう。あの時の自分じゃなくて、もうちょっと成長してるのかなってすごい。誰に使っていないと思うんです。すごいな。
相手を引き寄せる言い回しをずっとされる、本当に納得します。なので何に対してもそのハイライトはそこまでやるみたいなところまでやってるんで、これは絶対これじゃなきゃダメみたいな、いい意味でのこだわりがすごいなって、そこまでできるのってすごいなって。常に何だろう、仕事ももちろんそうなんですけど、何事にも何か時間をすごい大切にされてるなと思って、時間の使い方もすごい上手だなって思いますし、まあ、結構服部さん自身もせっかちそうだね。でもそれがやっぱり仕事にもいい生きているし、なんか営業の仕方もやっぱりその服部さんらしい営業の仕方だし、ハイライトって結構滞在時間も長いし、あとお客さんのことを考えると結構他の先生にも負担がかかるというか、でもやっぱり服部さんはお客さんの大事に考えてるし、仕事も早いし、なおかつ的確というか無駄がなくて丁寧なので、お客さんもその分早い中でのその料金以上のクオリティにいつも感動されて耐えられるので、そこはもう本当にすごいなって思ってます。毎日嫌なことあるじゃないですか、働いてて思わずポロッとあいつみたいなあるじゃないですか。でも本当にそれ言わないのって人としてすごいいいなって思う。私も気をつけようって思うし、あとやっぱ本当になんかその行動力、やるって決めたらその絶対やるって、そのエネルギーがあるから、なんか私も頑張れる。なんか一個下なんですよ、なんかずっとアシスタントの時から同じスタイリストについたりとかしてて、なんかそういうので私も頑張ろうって、パワーはすごいもらってたから今多分頑張ってる。何一番大切にしてるかな。でも自分の感覚は大事にしてます。なんか結構変な細かいことをこだわっちゃうんですよ。なんでこだわっちゃうと大切にしてる。ハイライト。結構調べたりもするかもしれません。ネットで調べたりもしますけど、どっちかというと結構そのプロとか、その属種のプロとかの話を結構聞いちゃいます、そういうつながりがあるんですか。つながりとか、まあ多分そんな質問とかしないようなことにしちゃうから、こいつやばい人だって思われちゃうんですけど、から覚えられちゃう、まあ、癖が強いでしょうねっていうのがあるんですよ。でも直感も大切にしてるんですよ。なんか自分の中でこれはいいなと思ったこととかはすごく大事にしてます。ハイライトやろうと思ったことを、それどうなのかっていう気持ちが出ないとっていうのは、いや教えてほしいですよ、それが教えてほしいですよ。でもなんか自分のちょっと自分らしいハイライトっていうのは、上げ方とか色合わせていきたい。みんながやってるハイライトをスタンワークでやったりも生放送します。まあ、自分のハイライトって、まあ、お客さんが見た時に、あ、なんか違うのかしら、思わせるようなことは意識はしてます。まあ、変なハイライトコアなところを狙ってるって言ってもたぶん上げ方にも癖が出るじゃないですか、その人の。はい。なんでそこの雰囲気も好きになってもらいたいとか、したら多分お客さんとの趣味があったりとか、なるほど。そうするとまあ、プライベートのファッションのメニューとか、いろんなところでお客さんとの共通点が増えて、関わりが深くなれたら、すごいいいなと。
Maybe you're worth fighting.